こんにちは。日本一優しい本格パン作りのミカです。2020年3月末に日本一優しい本格パン作りの教科書という本を出版しました。今まで1万人以上の方にパン作りのレッスンをしてきた中で、人気のメニューを少しずつ皆さんにご紹介していきたいと思っています。今回の動画ではプチバターフランスを作っていきます。最後までご覧いただけるととても嬉しいです。最近パン作りを始めたっていう方も多いんじゃないでしょうか。今日はね、そんな方向けに高加水低温長時間発酵といって、水分量がちょっと多いパンで扱いは少し大変なんですけれども、比較的アバウトで作れちゃう、まあ材料だけはねしっかり測ってもらいたいんですけれども、アバウトで作れる楽しいパンですので一緒に作っていきましょう。クープもね必ず開きますので楽しみにしてくださいね。では始めていきたいと思います。まず材料から説明していきます。純強力粉 200g です。ボウルに量ってください。インスタントドライイースト 0.5g、 1g 量ってそれを半分にしちゃいましょう。塩 3.6g、こちらをゴムベラでよく混ぜ合わせてください。混ぜ合わせましたら、お水 120g とコントレックス 20g を入れてよく混ぜていきます。底の方からしっかり混ぜてくださいね。今日使用するお粉は純強力粉とお話ししましたが、もしねお家に純強力粉がない場合はちょっと違ってはくるんですけれども、強力粉と薄力粉を混ぜて使いましょう。強力粉7に対して薄力粉3です。こちらを混ぜて使ってください。粉気がなくなるまでね、混ざりましたら次の作業をしていきます。少しね生地を広げてあげてひっくり返すっていう形をするとお粉混ざりやすいのでね、粉気がなくなるまで混ぜていきましょう。はい、粉気がなくなったらゴムベラに生地を引っ掛けて伸ばしていきます。伸びないですね。さてどうするかというと、親指で掴んで伸ばします。なんでこの作業をしているかというと、グルテンってね時間を置いとけばつながるんですけれども、長いグルテンを作ってあげた方が美味しいんですよ。じゃあその長いグルテンを作るってどうするかっていうと、生地を伸ばしてあげるしかないんですね。混ぜるだけだと作ったその時は美味しいんですけども、すぐ固くなっちゃいますので、必ず生地を伸ばすっていう作業も加えてください。まあ7、8回やりましたら、ゴムベラと指先きれいにして、ボウルの中も一度きれいにしていきます。これも材料のね一部なのでね、しっかり取ってください。はい、そしたらね乾燥しないようにラップをして室温で30分置いておきます。30分経つと生地の様子が変わってますのでね、今の生地の状態をよく覚えておいてくださいね。30分経ちました。生地どんな風になってますかね。ちょっと光ってて見えないですね。またねゴムベラで持ち上げます。ぐーんと伸びるようになってるの分かりますか。さっきと全然違いますよね。ここでグルテンをしっかり伸ばしてください。やっていくうちにねだんだん伸びなくなってきますが、伸ばせるだけ一生懸命伸ばしましょう。 4,5 回やったらもう OK です。また乾燥しないようにラップをして室温で30分置いておきましょう。30分後です。少し膨らんだかな、生地がちょっと緩くなった感じになります。こうなりましたら冷蔵庫に入れておきましょう。冷蔵庫に13時間から24時間入れておきます。はい、17時間経ちましたので成形をしていきます。まずキャンバス地を用意しておきましょう。購入した状態でね使ってる方は使いやすい大きさにカットしてもらうといいと思います。はい、こんな感じになりました。2倍ぐらいまで膨らんでいます。かなり緩くなってますよ。そこに打ち粉をしていきます。
内子は純強力粉使っています。少し多めにベタつくところがないように広げてあげましたら、カードの丸い方をボールと生地の間に刺してあげてひっくり返します。自然に落ちてくるまで待ちましょう。ちょっと我慢できないのでね、出しちゃいますね。少しだけ引っ張っちゃいます。はい、網目ができてるの分かりますか？これが発酵してるっていう証になります。分割していきましょう。1個 55g になるようにカットしてください。測るのめんどくさいかもしれないんですけどもね、大きさかなり違っちゃうと調整時間変わってきちゃいますので、できるだけ同じ大きさにカットするようにしてください。では成形していきます。打ち粉をした台に生地を置いて、正面の生地を中心に持ってきます。必ず正面にある生地を持ってくるようにしてください。で、お尻を閉じてあげたらキャンバス地の上に並べていきます。同じようにやっていきましょう。私は生地を転がして閉じ目を閉じていますが、つまんでもらってもいいですのでね、ゆっくりやっていきますね。今回の動画からですね、パン作りじゃないこともお話ししていこうかなとかって思うんですけれども、私ものすごく凝り性でしてね、気に入るととにかくしつこいんですよ。テレビないのでテレビは見られないんですけれども、 YouTube だったり Amazon プライムなんかをねよく見るんですけれどもね、そこでね気に入ったテレビとか映画とかあると、まあしつこいくらい見るんですよね。同じものを、まあ、2回や3回どころじゃなくって1回20回って見るんですよ。しかもですね、1話ずつ見るのが嫌なんですね。続けてみたいので1日かけて12話全部見ちゃうとか、またしばらく経ってまた1日かけて12話見るっていう形でですね、気に入るととにかく飽きるまで見続ける。しかもですね、なかなか飽きないんですよね。その中でもね、ものすごく今気に入ってるものがありますので、それをねご紹介していきたいなとかって思ってるんですが、今日はなんせね作業が短いので、また違う機会の時にね、私の趣味の話でもお聞きいただけたらなって思っています。そうそう、肝心なことを話すの忘れちゃいました。かなりね緩い生地なので、閉じ目のところにねお粉をたっぷりつけといてください。で、このまま35度で30分発酵させていきます。その間にオーブンに余熱を入れてください。オーブンですね、天板を入れた状態で最高温度で余熱を入れておきましょう。30分経ちました。生地どんな風に変わってますかね。一回り大きくなっています。室温で発酵させた人は指先でね生地の横を触ってみて、ゆっくり戻ってくるようでしたら OK です。もしくは指の跡がつくようだったらもう発酵完了です。では生地をオーブンシートに移していきます。生地取り板にパン生地を乗せてオーブンシートに移していきます。ちょっとねキャンバス地にくっつきがちになってるの分かりますか。ご自分でね実際に作るときには打ち粉しっかりつけるようにしてくださいね。少しだけ茶こしで打ち粉をふるっていきます。生地全体にねまんべんなくふるっていきましょう。あまりふりすぎないように気をつけてください。お粉をふるってあげるとねクープが入れやすくなります。クープですが、クープナイフで真ん中に1本切り込みを入れていきましょう。スティック状にカットしたバターを切れ目のところにね入れていきましょう。真ん中に置くといいですね。では焼いていきます。温めておいた天板に生地をスライドさせて入れていきます。スチームを入れて240度で10分から12分焼いていきます。ではですね、ここでパンが膨らんでいく様子を早送りで見てください。あんまりねこういう状態って見ることないと思うのでね、色がついていく様子とかねすっごく可愛らしいのでね、パンってああ成長するんだって感じながらね見てもらえたらとっても嬉しいです。はい、焼き上がりましたので出していきましょう。どんな風に焼けてますかね。いい色で焼けてますよね。
はですね、このパン焼き上がってから2、3分するとパチパチパチって天使の歌声が聞こえるんですよ。ただね、ちょっと残念なことに今回取れてなくって皆さんにお聞きいただくことができませんが、ご自身でね、作った時にね、聞こえるかどうか確認してみてください。どのくらいパリッパリに焼けてるのか、ちょっと皆さんに聞いていただきたいと思います。あんまりいい音で取れてませんね。ちょっと食べてみますね。サクッとした音、少し聞こえましたかね。表面がパリッパリで中がもちもちでね、すごく美味しいです。いかがでしたか。初心者の方でも必ずクープが開く成形になってますので、ぜひチャレンジしてみてくださいね。最近はコメントをいただいたり、インスタの方にタグ付けてね、アップしていただいたりとかして、とても励みになっています。ありがとうございます。ではまた。